やってきました。な、何がだよ。な、と言ったら、ホラーゲーム。いや、どういうことやねん。そういうこと。どういうこと？ YouTuber と言ったらホラーゲーム、ホラーゲームと言ったら YouTuber ということでやります。は？っていうかお前ホラー苦手だろ。ま、まあね。これは楽勝でしょ。前回ビビりまくってたくせに。と、とりあえず。今回やるゲームは、いろんな SCP から逃げるゲームだよ。SCP ってなんだ？わからない人のために説明すると、自然法則に反した異常な物品存在現象場所、などのことだよ。めっちゃ雑じゃん。説明するとこんくらいなんだよ。へぇ。それを取り扱ってる場所のことを SCP 財団というよ。ま、今回はそこを探索するってだけよ。もっと詳しいことが知りたい人は、調べてください。なんか、怖そうだな。右下に映ってる生物はなんだ？ SCP-173 と言って、正確に言うと生物ではなく彫刻だよ。不気味な彫刻だな。そうだね。あと、言い忘れていたけど SCP にはオブジェクトクラスと呼ばれるものがあるよ。上から3番目までを説明すると、上から下になるにつれて確保率が難しくなる。つまり、確保難易度だよ。これは難しいから、ググれかす。おっと。口が悪いさんですね。ま、やってくか。そうだね。眩しい。左下に目のマークと、人が走ってるマークがあるぜ。人のマークは多分体力ゲージだとして、目はなんだ？瞬きする時間とか？ほんとだ、スペースで瞬きできる。目が乾いたら自動的に瞬きして、スペースキーを押すと自由に目がつぶれるってわけか。瞬きが関係するってことはまさか？何があんだよ。教えろよ。おい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 
おお、落ち着け。はい。私たち終わりました。今から、SCP たちに会わないといけないみたい。ま、じ、で？いや、そういうゲームだから。現実見ろ、カス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 。ごめんなさい。警備員が出してくれたよ。うるさーい。マジで殺されるぞ。気を取り直してやっていきますか。そうだな。マジで次はやめろよ。お前足遅そう。お前ならやると思ってたよ。ここまで来いよ。これねえのか？よしやってっかー。何もなかったかのように終わらすな。てかこいつどこに案内してるんだ？ SCP の部屋だろ。遊びすぎて疲れちまったか。お疲れさー。ごめん。ついカット来ちゃって、他の人にそう。で、絶対、やんな、よ。あそこに私たちと同じ死刑囚がいるよ。ほんとだ。やっと着いたか。紙だ。受け取るか。これってさっきタイトルにいた、SCP-173 じゃね。やっぱりかー。SCP-173 って常に見張っておかないと勝手に動き出して人間を襲う極悪な彫刻なんだ。だから、瞬きゲージがあるでしょ？瞬きしてる間に襲ってくるかもしれないっていう合図よ。そういうことか。へえ。変な彫刻だな。今から行かないといけないって、怖すぎだろ。やばい、心臓がドクドクする。まあ、見とけばいいんだろ。うん。そうだね、見とけば楽勝じゃん。他の囚人たちじゃん。開いたぞ。この先に。いたー。なんか血痕がたくさんあるぜ。マジ不気味なんですけど。怖い。急に襲ってきたりしないよね。私は平気だけど霊夢の心臓が止まるかもな。それはそれでいいな、ジュフジュフ。お前キモ。ツルツルが歩き出したー。マジでヤバいぞ。戻ってこい。何喋ってんだよ。戻ってこい。おいマジで。聞いてる？やばいぞ。ツルツル、じゃー。早く逃げろー。浮気も。待って、逃げろ逃げろ逃げろ。こっち。心臓止まりました。どんまい。今度こそは逃げてやる。通行止め。じゃー。家に返してよー。ダメです。こじ開けてやるー。今から逃げておかないと後から大変なことになりかねない。だから私は逃げるぞー。一人だけ逃げんなよ。そろそろ開くはずー。来るぞ。じゃー。結局怖がるんかい。逃げたい逃げたい逃げたい。早くドア開けよ。やばい、来ちまうぞ。わかってるよー。開いたって暗すぎでしょ。暗いと怖さますな。道わかんないけどとりあえず逃げるか。ちょくちょく後ろ見ないと襲ってくるぜ。わかった。うん。怖えな。一応主は、大のホラーゲーム苦手です。でも動画のために体を張ってます。それ主が言っちゃダメって言ってたことじゃね？血が滑った。早く開けー。走れー。降りてみるか。やっぱ開かなかったか。ここにかけるしかない。怖えー。あります。ドアが見えるぞ。開けるか。道わからんけど適当に走ります。ゴー。
この道怖すぎだろ。部屋の隅に引きこもりたいくらいヤバい。休憩スポットないか？探してみる。まあ、ただわざ。やべえ。マジで死ぬほど怖い。何が暴れてんの上で。ここからは、おさらばじゃい。うわ、なんかロボットみたいに奴が喋り出したし。ここってエレベーターじゃね。おう、休憩スポットじゃん。マジ疲れた。お疲れさん。でもまだ油断してるとヤバいかもぜ。上に何かが待機してるかも。怖いこと言うなよ。どうせ、一旦休みみたいな感じなんだから。それもそうだな。ヤバい予感しかしないんだけど。道が怖すぎる。やばいやつだよね。絶対。いやあ。やばい、どうにかして巻かないと。ここ回るか。どうにか巻いたかな。巻いたようだな。でもこれどうやって出んだよ。積んだやつじゃね。どうにかすれば出れるはず。いろいろ考えたけど、突っ走るしかなかったです。うわ、いた。こいつ、視野狭すぎだろ。お疲れさーん。じゃあ、即興フラグ回収。やばい、出れない。マジで積んでね。マジで、終わったんですけど。正々堂々戦ってやるよ。開き直ったか。やっぱ怖い。やばい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 。慌てずに行け。無理でしょ、そんなの。終わりました。どんまい。